E ガールズの石井杏奈20と武部ゆずな20が9日東京中目黒八幡神社で自身ら6組によるプロジェクト EG ファミリー初の全国ホールツアー EG パワー2019パワーツーザドーム2月開幕26カ所33公演の成功祈願を行った。武部は、あでやかな晴れ着姿で、笑顔あふれる幸せな一年にしたいと願った。グループ最年少の二人は、今年新成人で、共に、昨年の11人体制初のツアー中に誕生日を迎えた。ツアーの打ち上げで、メンバー全員、お酒を手に乾杯したことで20歳になったことを、実感。所属事務所、LDH の、公式ドリンクと言われるレモンサワーも初体験したようで、石井は持った時に、お、これが噂の、と思った。美味しかったけど、強くないので、これから修行したいと大人の味を噛み締めた。